はい、皆さんこんにちは。ウィニングポスト8の2015ですね、続きをプレイしていきたいと思います。出走状況を見ますか。まず東証ペガサスが安田記念、春巻が宝塚記念にエントリーしてますね。なんか出れなそうな気はしますけど、一応エントリーはしてますということですね。早速始めていきましょう。その前にちょっと種付けをねしとかないといけないかな。あ、もうすべて種付け済みなんですね。お、受胎状況は2体とも受胎になってるのでいい感じですね。さあ、東証ペガサス期待しましょう。東証ペガサスは6番ですね。5番人気にいます。で、今回はダイジェストで見ていきたいと思います。視聴者の方からね、ダイジェストだと、早く終わりますよと教えていただいたので、早速ね、ダイジェストで見ていきたいと思いますけど、ダイジェストだとこういう感じなんですね。先頭は日本ピドウィナー、先頭2番手はマビシ、手応えは悪くありません。さあ頑張れ、東証ペガサス。東証ペガサス頑張れ。日本ピドウィナー、先頭2番手は東証ペガサス。日本ピドウィナー、1着。日本ピドウィナー、1着。2着にはどうやら東証ペガサス。まあ頑張ってくれたな。G1 ですからね。マビシ敗れました。G1 の2着なんで、よくやってくれたというところですね。いくらお金入ってくるんだろう。東証ペガサスは宝塚記念で、まあ7位に来てますね。まあとは言ってもな、ここで出すわけにはいかないからな。絶対勝てないですからね。というわけでまたしばらく進めますね。その前に視線を見ておきますか。7月4日の中京記念かな、ちょっと見えづらくなってますけど、というわけなので7月4日まで進めましょう。パワーチャンランサムもな、オープンに上がってほしいな、さっさと。さあ中京記念見ていきましょう。パワーチャングレイスが賢さが伸びたと。へえ。中京記念は雨やや重ですね。まあこれ一番人気ですからね、安心して見てられるでしょう。ただ外枠の16番に入ってるっていうのがね、ちょっと気になるところにはなりますけども。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。いるね、先頭変わりました。先頭はロングヒレ、さあここから先頭、ここから行こう。あと200m ロングヒレ、先頭だ。さあここから行こう。 200m ロングヒレ出まる。あれマウントサクセス、ダメか、マウントサクセス、ダメか。うわー、4着か。マウントサクセス1着、2着にはどうやらロングヒレ、勝ったのはマウントサクセス。東証ペガサス敗れました。敗れましたね。これは掲示板までです。なんとか4着かっていうところですね。そうですね、4着ですね。ちょっと疲れが溜まってるかな。一番人気でしたけども4着に今惨敗というところですね。
ランサムが出走か。いやもうお金なくて無理です。9月の2週の京成杯まで先に進めます。ランサム12着か。お、パワーチャングレイスが勝ってくれましたね。パワーチャンランサムと、東証ペガサスが出走予定ですね。まずはランサムかな。あ、先に京成杯なんだ。2番人気ですね。こちらもダイジェストで見ていきましょう。ちょっとねお金が、6億円とかねそんくらいの状態になっちゃってるんで、いよいよ直線の、もうちょっとねお金が稼げるように頑張ってほしいな。さあ東証ペガサス、いけ先頭いけ、黒の回しです。外から下がってる。3着かな。1着、2着にはどうやら朝霞シルバー、見事に勝ちました。リンゴカンタダイナシュガー完敗です。着外に沈みました。まあレコードのレースだったのか、まあ仕方がないといえば仕方がないところだったのかもしれないですけどね。とにかくお金がないと何もできないんで。マイルチャンピオンシップまで空いてるから3週間ほど、東証ペガサス報告に出しませんかと言ってきてますね。報告に出しましょう。そしたら今度また、マイルチャンピオンシップまで先に進めちゃいたいと思います。10月の3週とか、違う11月だよな。パワーチャンランサムもグレイスもオープンに上がってこれないんだな。11月の3週だ。ジャパンカップですかね。パワーチャンランサムな、ちょっと頑張ってほしいな。グレイスの柔軟性が伸びだと、ありがとうございます。4番人気か。これもダイジェストで見ましょう。 G1 1個ぐらい勝ってくれるとな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。うわ、どこにもいないな。レイクビクトリア後続も足を伸ばしてきました。赤い帽子、さあ伸びてこい。は悪くありません。前を捉えられるか。あーダメか、伸びてこないな。1着日本ピロウイナー、1着2着にはどうやら3王位日本ピロウイナー。春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。強いっすね日本ピロウイナー。7着に沈んでますね。ちょっとお金が心配なんで、活躍してくれる馬が出てこないと厳しいな。春巻きね。あれ、鈴サフラン84が
風邪をひいちゃいましたって、ああかわいそうだな。静養してくれ。ジャパンカップね。まあいいよ、関係ないもん。地図を見ましょう。ペガサスは12月の4週、まあもうここまで進めちゃいましょう。もうちょっとお金が増えてくるとね、繁殖品罰もっと買ったりとかいろいろできるんですけどね。お、パワーちゃんグレイスが買ってくれた。オープンに上がったな。さあペガサス、ちょっとここで一気にお金稼いできて。 G2 4番人気が外枠引いてますね。今回も16番ですね。ちょっとお金が心配なんですよね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭、さあペガサスどこにいる。先頭はペガサス、あと200、どこにもいないな。先頭は桜東、うわーどこにもいない。あー今ちらっと右にいるけど全然ダメだ。掲示板に乗ったかどうか、それすらもちょっと厳しいかもしれない。ワールドキングマイネルグローリー敗れました。これは掲示板までです。安田記念2着に入った実力見せてほしかったな。13番16番かな、4着ですね。4番人気で4着、非常に厳しい、結果にはなってますね。光栄スポーツ、先週の結果有馬記念はシンボリルドルフか。しません、表彰式なんて関係ないもん。ヨークの入居など年末の手続きをご自分でなさいますか。やってくださいスミレさん。もうちょっと馬の数を増やして、まあ、当然馬の数が増えると出費も増えるんで、まあ、強い馬を増やして競馬場の施設をねどんどんでっかくしたいんですけどね。お、伊坂だ。坂井美希久でいいのかな。さあ時相とかを見ていきましょう。東証ペガサスは3月1か。桜豊か王が、1月の3週。桜豊か王はかなり期待の馬ですからね。さあ桜豊か王頼むぞ。プリティポリー系ね。ディザイ・アラベルさん、だから何、それでつけてみたらっていうことなのかな。さあ桜豊かを、あ勝ったんだ。あそうかそうか、もう見ないんですね。パワーちゃんグレイスは14着、悲しいな。春巻き11着、ただ桜豊か王は無事に新馬戦を勝ってくれたみたいですね。いいですよ、桜豊か王は注目ですよ。お、健康がアップした。桜豊か王は実際にはねすごく健康面に不安のある馬だったんですけど、ここではそんなことない、すごく健康になってくれそうですね。
期待が持てます。そしたら3月1日に何出るんだ。G3 のアーリントンカップに出るんですね。そしたら3月の1週目までもうガツッと進めちゃいましょう。これ早くもダービー制覇の可能性がありますからね、桜井貴男は。天皇賞秋を G1 天皇賞秋をレコード勝ちしたことがある馬ですからね、実力はかなりのものがあるはずです。注目馬はスクラムダイナ、ちょっと知らない馬ですね。まあ強そうではあるけどね。確かにマイネルシャレード、この馬も知らないな。東証ペガサス、瞬発力が伸びてまだ成長してるんだ。さあ桜井貴男を応援しましょう。久しぶりにレース見ますか、桜井貴男。5番人気か。1番人気とかだったらね、嬉しかったんだけどな。ただ成長はちょっと遅めっていう感じで書いてあったんで、ここではもしかしたら勝てないかもしれないですね。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。アイネルシャレード、好スタート。ちょっと出遅れたかな、緑の帽子ですね。好スタートを切りました。ダッシュをつけてアイネルシャレード行きました。あ、ただ前に出ていったぞ。山人バーン、緑の帽子、桜井豊男。11番の桜井豊男です。その外からスノーレディ、その外にダイナマイトウッド。赤の帽子、グローブラブ、その後ろ、いいよいいよ、その隣に位置取りは悪くない。桜サニーをこの位置です。黄色の帽子、大鳥ラッキー、その後ろ、美穂新山、この馬もこのグループ。美穂新山、後ろに桜ここにいるの。しんがりからアドマイアポピー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでロイヤルコスマ先頭に変わりました。山人バーほとんど差がありません。マイネルエッジ3番手、桜サニーをこれはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって桜井貴男先頭、2番手はマイネルシャレード、追いすがります。桜井貴男行け、桜サニーを一気に来た、残り200m、 桜井貴男先頭だ。このまま逃げ切れ、刺されるな。うわー、刺された。追い打ちから一気に刺された。美穂新山一着、2着にはどうやら桜サニーを見事に勝ちました。美穂新山、桜サニーを2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ最後惜しかったですね。ただ頑張ってくれましたね。5番人気ながら3着までに入選してくれたので、まあよしとしましょう。東証ペガサス、お、1番人気だ。これは見ますか？G1 をね、一勝でもしてくれるとだいぶ箔がつくんですけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあどこにいる？最後の比べ、先頭はシンブラウン、白い帽子。後続の足色もなかなかいい。いいよいいよ。100メートル、シンブラウン。さあ行け。ここまでか。さあペガサス。かわす。ペガサス。ああ2着か。ウィンザーモット1着。2着にはどうやら豪商ペガサス、見事に勝ちました。ウィンザーノット、豪商ペガサス2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。2着か、一番人気だっただけにね、なんとか勝ってほしかったところだったんですが、まあ2着ということですね。さあ桜井貴男と豪商ペガサス、いずれも自分たちが育てたというかね、配合して出てきた馬ではないっていう悲しさはあるんですけど、まあ、とりあえずねお金を貯めていかなきゃいけないので、もうガンガン応援していきましょう。若葉ステークス3月の4週か、そしたら5月の3週の皐月賞まで進めちゃいますね。いや5月の1週だな。でそこで子供がね生まれてるかもしれないんで、
そしたらまた種付けをしていきたいと思います。お、春巻きが何かに勝ってくれたな。豊かを若葉ステークス勝ったんだ。ただ何かで負けてますね。スイートビーステークスにパワーチャングレイスが出ますと。ほう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 。そうなのよ、種付けのシーズンなんですよ。アンバー初代ね、いいね。ははははアンバー初代つけましょうよ。あれ、パワーチャンランサムは何、もう引退したの。あー、パワーチャンランサムはもう引退したんですね。早いな。そしたら種付けしていきましょう。長谷忍にはシーホーク、カツラギエースとかいるんだ。桜進撃、ノーザンテイストとかその辺まだいないんだな。アンバーシャダイはつけようっと。サフランは、モンテプリンスにしますか。パワーチャンランサムは爆発力を信じて、このスティルハートにしましょう。スティールハートか。はい、というわけで再び先に進めたいと思いますが、その前に、安田記念に東証ペガサス出るんですね。6月の1週で桜豊王は、桜豊王どうなったんだっけ。あ、皐月賞完敗してるんだ。なるほどね。了解です。6月の1週目まで進めちゃいましょうね。さあ安田記念、調子もいい、疲労もない、満を持して制してもらいたいな。誰？ああ、桜豊をね、ありがとうございます。アンバー車台はもういないんだ。そういうことね。そしたらこいつをつけますか。え、どういうこと。種付けができないのは誰。スズサフランは、スズサフラン種付けできないんでしょうか。はい、さあ安田記念頑張ってくれ。5番人気ダイジェストで見ましょう。調子はいいですからね、今東証ペガサスは。なんとか4コーナーをカーブして、なんとか、さあ黄色い星、ここで先頭を変わりました。どうした東証ペガサス、先頭は日本ペガサス、日本ペガサス、おー、いいぞいいぞいいぞ、いけいけいけ、東証ペガサス、ペガサス、日本ペガサス、先頭だ。あー、ダメか、伸びないか、もう一伸び来い、もう一伸び来い。番くわー、5着かな。段違いの強さです。日本ピドウイナー5着か。2着は浅川シルバー、そのあたりですね。これが世界の実力だ。日本ピドウイナー5着というとこかな。
5着ですね。いやー、牧場の経営がかなり、行き詰まってきてるんで、なんとかね強い馬出てきてほしいところなんですけどね。18位ね。ペガサスは回避します。カワちゃんグレイス、いやー厳しいのが続くな。桜井孝雄は7月の1週目まで出番なしと。ダービーも終わっちゃいましたし、ここはもう思い切ってガッと進めますね。なんか勝ち馬が出てこないな。桜井孝雄が何かで勝ってくれた。東証ペガサス15着か。これなんだろう、スプリンターズステークスかな。春巻きも厳しいな。新潟記念に桜湯隆雄、ちょっとレース見ましょう。桜湯隆雄ね、期待の馬ですからね。なんといっても白峰さんか、光栄ライツさんも出るんですね。一番人気だ。でも、これは期待できるぞ。赤い帽子に注目してくださいね。5番に入っているのが桜井孝雄です。まあ、桜井孝雄の成長は遅めってなってたんで、だいたい今の時期ぐらいからね、いい感じになってくるんじゃないかなと思います。ここで先頭変わりました。先頭はアリーナ、先頭2番手は、さあ桜井高尾頑張れ。よし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 、そのままそのままそのままいけ、そのままいけ、そのままいけ、そのままいけ。桜井高尾1着、2着にはどうやらメジロトーマス、どこがフィニッシュだったのかよくわからないままフィニッシュしました、ね、ただすごくいい感じでした。これは G3 ですね。よしよし、いいですよ。主戦は松山にお願いしましょう。いやー、ありがたい。これがバレット西村さんか。かわいいな、こんな若くてかわいいバレットが本当にいるんだろうか。あー白身ね、はい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 。この辺りはサクッと進めちゃいましょう。ウィザーノットね、強かったもんな。ありがとう。桜井隆雄は本当に期待してます。僕も桜井隆雄の実装は毎日王冠か。ここあたりはもう今年が終わるぐらいまで進めちゃいますね。カワちゃんグレイス勝ち上がってこないな。カワちゃんグレイスがもうちょっとね上がってきてくれるといいんだけどな。カワちゃんグレイスかなり厳しいな。鈴サフラン84、スピードが伸びたと、ありがとう。
東証ペガサスもうそろそろ限界なのかな。桜豊王は12月の2週目に出ますと。パワーチャングレイスはクッケス炎になっちゃってるんだ。あーなるほどね。ただ全然お金が増えていかないんですよね。さあ桜井孝夫厳しいな。あ西村さんね、2番人気か、見てらんないな。おお勝ってくれた、見とけばよかった。やっぱ桜井孝夫強いな、実在した馬だけあって。小倉大商店までしばらくあるということなので、はい、公募君出しましょう。お金ないんで買えないっすよ。この栗原さん、桜井孝夫本当に好きなんだな。毎回来てくれる。1月の3週の大商店までしばらくありませんから先に進めましょう。西村さんだ、なに、なに、なんすか。二次城俊太郎さんが、なんだって。なんかよく分かんなかったけど、2月4日の、小倉大商店まで何にもなしということなんで、そこまで進めちゃいましょう。桜井孝夫頑張れ。東証ペガサスまだ頑張ってるな。パワちゃんスタイルを勝ってくれたぞ。さあ調子は悪いが頑張ってくれ。7億に乗っかりましたからね。ダイジェストで見ましょう。白い帽子2番桜井孝夫、金色の馬体ですからね、金色の馬体。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあどこにいる。先頭はラケットスルー、外にいる、大外にいる。先頭2番手は桜井孝夫。さあ頑張れ、逃げ切れ逃げ切れ、追いすがります、逃げ切れ。よし桜井孝夫、よし2着にはどうやらスピードヒーロー、1番人気に応えました。桜井孝夫調子はねバッテンだったんですけど、もうここは本当にね実力で勝ってくれたっていう感じですね。これは桜井孝夫本当に史実通りに G1 取ってくれそうだな。柴田くんに今度は主戦を変えるのね。さっきまでは松山くんだったんですけどね。東証ペガサスね、まあ、中山記念ね頑張ってほしいな。また栗原だよ。はい、何をくれたんだろうか。何かをもらったような音が聞こえたんですけどね。まあ、井崎はいいよ。お、
桜井隆を勝負根性もアップしてる。これは期待できますよ。さて実装を見ていきましょう。桜井隆夫は大阪杯ですね。パワーチャンスタイルは500万以下、まあいいでしょう。しばらく、先に進めますね。5月の1週目まで進めちゃいます。はい、お金も上向いてきたし、いい感じですね。パワーチャンスタイルは9着に敗れてるか。大阪杯は桜井隆夫が2着だったんですね。種付けね。パワーチャンシーカーはスピードがアップしたと言ってますね。さあ種付けしていきましょう。パワーチャングレイスも引退したんだね、ランサムに続いて。さあ今度も3番車台つけます。スズサフランはどうしようかな。マグニチュードにしますか。この辺ね、何もわかんないんで勘で良さそうなのをつけていってるだけっていうのはあるんですけど。ランサムニックスがつくんだ。このマグニチュードにつけましょう。またさあ次走とかを見ていきましょう。安田記念で桜井隆夫は5月2日ね。そしたら、ガッと進めちゃいますね。また6月の1週目まで進めます。お、桜井隆夫勝ってくれたな。ただこの桜井隆夫が引退した後が心配だわ、本当に。まだパワーアップとかしてくれるんだ。そしたらそろそろですね、なんか1個作りますか。トラックコースとか作りますかね。 5億、5億無理だ。さあ桜井隆夫1番人気ダイジェストで見ていきましょう。オレンジの帽子の14番が桜井隆夫ですね。ここは勝ってをもらいたい。お金が欲しいんです。さあ、お金がなくて何もできない。さあそのまま行け。これ桜井隆夫です。先頭あと 200m。 わー、ただ大外からもいい足できてるな。おっと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 、誰だ誰だ誰だ。いやー、鈴鹿の番とかいうやつにやられた。どうやら桜井隆夫見事に勝ちました。桜井隆夫負けたか。2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。かー、桜井隆夫ここで負けたか。絶対勝ってくれると思ったんだけどな。残念。東証ペガサス10番人気か。まあ無理でしょう。18着か。東証ペガサスはそろそろ引退を考えた方がいいですかね。回避します。で、種付けですね。CB とかつけてみようかな。でですね、今考えなきゃいけないのが、東証ペガサスを引退させましょう。引退させます。
どうやって引退させるんだろう。まあこれでいいんだね。引退しましょう。東証ペガサスありがとうな。ありがとう東証ペガサス。東証ペガサスのおかげでね、このお金をなんとかキープすることができましたからね。10月の1週目まで進めて、おそらく天皇賞に桜豊を出てくれると思うので、そこでね期待しましょう。春巻きもな、もう限界なのかな、もしかしたら。パワちゃんスタイルも全然ダメだな、上がってこないですね。お金はじわりじわりと上がってはきてますね。何でしょうか。年間重賞5勝やったー、ありがとうございます。まあほとんどが桜豊王のおかげなんですけどね。いやーでもね、お金なくて買えないっすよ。ちょっとね、春巻き見てみますか。お、まだ大丈夫なんだな。成長型は覚醒って書いてある。30戦6勝、うん、京都記念とかも勝ってるもんな。毎日王冠、で代わりに、10月の4週の天皇賞秋、どうやって入れるの、入れ方がわからない。天皇賞なんで関西だよな。え、新潟じゃなくて10月の4週欧米になっちゃってる。東京じゃないもんな。あ、これだ。天皇賞に挑戦します。ということで、天皇賞まで見ましょう。そしたら一回終わりにしたいと思います。さあ天皇賞行きましょう。まあ、10月の5週ね、来週ね。フレッシュボイスね。何しに来たんだろうね、周五郎は。さあ桜井孝雄と春巻き。桜井孝雄一番人気じゃん。これ見る。
いやー、桜井孝雄一番人気ってすげえ嬉しい。G1 初制覇かもしれない。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外さあ、枠三のス星ピード山ヒーも出ロてますー、ゲートからに入ってね。体勢が整いました。スタートしました。マーちシャょっルハとン出遅ター、れたかスな。タートでをも大切りま丈し夫た。です。綺1麗な番、スタートを切りました。それ4と番、青マーシいャ帽ルハン子ターの8番日本もクロ春雨ピッツィじゃずないりかけていきました。赤の帽子春巻ストキンパニ、その後ろその外にスズパレードブラックスキー、そのうちに続いています。その外にカネクロシオ、その隣にバンダイタフネス、その外にトレードマーク春巻き、そのうちに続いています。その隣に三保新山、ね、青い馬体してますね。シングルシュすぐ後ろピンクの帽子スピードヒーロー、その後ろランド飛龍、この馬もこのグループイージーシュール、それに続いています。釧路キングすぐ後ろ、その後ろにギャロップダイナ、最高峰にワーキングたてがみ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。日本ピロビッキーまだ粘っています。2番手は桜井豊王、絶好の手応えです。北斗金牌3番手、4コーナーをカーブして、さ さあこれからです。先頭変わって桜井豊王、桜井豊王先頭、リードを広げにかかります。9番手誰、2番手はブラックスキー、懸命に追いすがります。やだね、残り 200m、 桜井誰だこの誰だこの青い帽子誰、うわ誰だ、うわ強い、差し切った釧路キング、うわ釧路キング1着、2着にはスパレード、スパレードが見事に勝ちました。釧路キング桜井孝雄敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。残念、残念ですね。一番人気ながら、あ残念ながらの3着と。ただ三保新山は倒しましたね、よしとしましょう。で春巻きは、15番人気ながら8着にまでね、あ13着か、あ入ってきてくれましたね。はい、というわけで今回ね天皇賞に挑戦しましたけども、残念ながら3着ということでした、次戦もね、しっかり頑張ってもらいたいと思います。というわけで今回はここまで。